よし、おはよう。8月28日。さあ、今日の予定は、ようくんの家、そして昼の診療所、あとは、いかだ。いかだがちょっと意外だよね。うん。まだ、残ってるんだね、文の町に。もしかしたら今日進展があるかもしれない。そして、今日一番は、明日確保するとか言ってたよね、安田さんが。確か。昨日の夜に。だからもしかしたら今日、谷口さんが捕まっちゃうかもしれないという。うん。さあ、どうなるか。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。まだ何も起こんないね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、何も起きない。今日じゃないのか、じゃあ。あ、今日じゃねえんだ。意外に。意外にも何も起こんなかったね。さあ、じゃあいろいろ話聞いてみるか。聞き込み、まずは民宿2階。まあね、3号室が気になるよね。さあ、いるかいないか。いないね。今日は寝てないね。朝一来たけど寝てない。ってことはどっかに行ってんだな。それも珍しいよね。いないパターン。お母さんはベランダにいるかな。まあ一応念のためね。最近もういなくなっちゃってるんだけど。あ、いるわ。よかった、来て。さあさあ、ここから見る景色もそろそろ見納めだね。そうだね。僕くん帰っちゃうんだもんね。僕くんだけ見納めだね。え、見納めなんて難しい言葉よく知ってるね。確かに年貢の納め時は分かんなかったけど、見納めは知ってるんだな。小学生にしてはすごいよね。そしてサイモン。サイモンもずっといるよね。サイモンともうすぐお別れだよ。いるかなあ。寝てるわ。早すぎたか。午前中は寝てんのかな。さすがに午後1時頃なら起きてんのかな。ってことはサイモンは結構何回か会いに来ないといけないのかな。ここにはいないね、吉川さんは。さあ、じゃあ次はテントの方行ってみるか。そうそうそう、安田さんがね、昨日電話のとこでさ、明日抑えますとか言ってたから、もしかしたらもう抑えてるかもしんないしね。あ、何やってんだ。よしかさんがなんか、運動屈伸っていうか、アキレス腱伸ばしてんのか、あれ。僕ちゃん、そろそろ夏休み終わるね。うん。なんだか悲しいね。悲しい。おじちゃんが小さい頃って、戦争の最中だったからかな。夏休みが終わった頃の記憶ってねえんだよな。はあ、うん。そしてよしかさん、何してんだろうこれ。息切れてる感じ。ねえ、谷口のおじさん見なかった？見てないと思うけど。逃げたのか。そうだったらいいんだけど。探し回ってんのか。やっぱ逃げたのか。そうだよね。のこのことね、あんだけ情報をもらってね、部屋にずっと居座るわけもないもんね。森入るなり海に逃げるなり何かしらはするよね。あと数日、明日まで逃げ切ればだってそれでもう終わりだもんね。あれ、ここにいない。なんでいないんだ。海辺かな。ちょっと防波堤の方と行ってみるか。いないかな。こんなとこにいたら見つかるもんね。あ、誰もいねえわ。そっかそっか。じゃあ森の中とか探してみる？待てよ。ちょっとこんな時に頭が回って勘が鋭いというか、これあれだな、剣謀だな。自画自賛。お姉ちゃんとよお兄ちゃんが仲良くなったら、私は誰と遊べばいいのさ。めっちゃ悲しんでんな。僕はっつってもね。あんたそんなこと言うんだったら帰るのやめてここに住めばいいじゃない。えツンツンしてんな。ごめんね。うん、そうだよね。他に子供いないもんね。でも学校があるからね、一応。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか。相変わらず切り替えは早いね。偉い。やっぱ強い子だ。ちゃんとね、はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。プライベートと仕事を分けるというか。1番。よお兄ちゃんの家。今日はなんだかうちのお姉ちゃんが行ってるみたいだよ。そうだね。なんでなんだろう。家庭教師というよりはもう完全にね遊んでるけどね。そして4番昼の診療所。診療所に赤丸。はあ、なるほどな。まあ多分これからも毎日行き続けるとは思うんだけど。そして8番5番夜の公園。夕方の、船着き場。夕方の船着き場が占いで出るのはなんだかすごいことになってるみたい。なるほど。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。はい。すごいことになる。まあ、すごいことっつったらなんか嫌な予感しかしないけどね。でも今のとこ行方不明だよね、完全に。うまいこと。あれ、あそこにもいるぞ。あ、あれはあれだね、谷口のおっちゃんではないね。息切らしてるわ。いやねえ君、今日民宿に泊まってるおじちゃん見なかった？まだ見てない。見てないと思うけど。うん、そうか。困ってんな。あのおじちゃんどこへ行ったんだろうね。なんか怖いな。なんか黒幕に感じるわ。その遠回しに言われるとさ、あ、ちょっとこっち来ちゃったけど、ちょっとね剣棒やってみるか。でもおじちゃんの匂い知らないか。剣棒関係ねえな。じゃああ、やっぱ逃がせるっちゃ逃がせるな。お手柄というか名犬らしい状態になるかな。でも谷口のおっちゃんの匂いを知らないから。いやでも人間の匂いはわかるか。もしかしたら探してくれるかも。なんとなーくね、犬にさ捕まえられるのちょっと傷つくよね。なんか悔しい気もする。どうじゃ僕。毎日遊んでる。これは昨日も聞いたね。じゃあ肩たたきだけやろうかな。そろそろお金も使わないとね。使わずに終わっちゃう。まあそれもいいと思うけどね。持ち越し。その調子じゃ。そういえば5000万円相当の金塊だよね、盗まれたのは。で当時というか今で言うと3億円くらいだよね多分。ってことは500円貯めたら3000円分くらいってこと。まあそれくらいの計算でいいのかな。かなりね差はあると思うけど。ってことは結構100円ってでかいね。よし、10円くれ。わあ、10円だ。ありがとうおじいちゃん。おじいちゃん毎日10円失っていくっていう。お姉さん明日の日曜日デートなんだよ。え、誰と？秘密。バレバレにも程があるけどな。誰とデートなの？秘密です。船頭さんじゃなかったらねもうドロドロの感じになるけどね、この島では。秘密か。もう僕くん内部事情知りすぎだからね。ああ嬉しそう、看護婦さん明日は誰かとデートだよ、相手は秘密なんだって。明日デートの、看護婦さん僕も将来誰かとデートするのかな。いや、ハートの数多いなすごいね。エフェクティブというかじゃあちょっと谷口のおっちゃんがどこにいるかわかんねえから、まあ、歩き回るしかないよね。僕くんの手で見つけるのかっていう俺の仕事なのかなそれは。いやでも俺ちょっとね見当はあるんだよね。まずは海の中潜水やってたっていうくらいだからね、もしかしたらあそこにいるかもしんない。でそれでいなかったら洞窟の中見ようかな。これでかくねすげえでかい。キングじゃないこれ。こんなでかくてキングじゃないの？恐ろしい世界だな。よし。なんかさ、海底工事だっけ？海底工事の後の場所を、こう、なんだろう、懐かしんで見てる可能性があるかもしれない。どれどれ。ここら辺で。ああ、これこれこれ。さすがに違うか。いやでもありえるっちゃありえるからね、一応確認しとこう。魚でけえ。あでもいないね、さすがにここには戻ってこないか。じゃあついでに海入っちゃったから洞窟に行く前についでにイカダの方行こう。さすがにいないか。潜水グッズ持ってないもんね。あ、あるね。君野さんだけいるな。なぞなぞじゃなくて、占いで出てたのは、君野さんのことか。あの姉妹とは多分もう会えないかもしれないな。よいしょ。こんにちは。こんにちは。海の上はいつも風が吹いてるから、気持ちいいだろう。うん。うん、そうだね。こういう生活に慣れてしまうともう都会には戻りたくないよ。たまに潜水してるんだよね君野さんは。なるほど。いやしかしやっぱ姉妹いないね。一応さ水の中見とくか。もしかしたらまだ遊んでるかもしれない。いないね。完璧にいないね。そっかそっか。あ、いる完璧にいないどころか普通にいる。あれまだいるんだ。あ、今日も来てくれたんだ。来たよ。もしかすると私のことが心配？おっちょこちょいだからね。そんなことないよ。ひどい言い方。大丈夫なんか水入るんだ。ほらね。もう一回話しかけよう。やっぱり僕くんってひどいと思うよ。あ、チョコの方にも嫌われちゃったな。過去は？こっちの方にいるよね確か。あ、いた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 。ずっと同じとこにとどまってんな。さっきお姉ちゃんと一緒に。もう少し深いところを泳いでたら大きな貝がたくさんあったんだ。あれのことか。美味しそうだった。美味しそうではなかったんだ。大きすぎて過去の方が食べられちゃいそうだったよ。あー、いやでもまだ島いるんだね。なんか世の中にはさおっきいアサリとかあるみたいだけどあんま美味しくないんだよね多分。泥の味がしたりなんかあんまり美味しくないとか、おっきすぎても良くないんだよね。一番さ納得いくのはこの滝の裏の洞窟だよね。金塊を自分で隠した場所だと思うから、まあここでしょう。よし入ってみよう。僕くんがさ行ったら犯人だと思われちゃうよね。持って行った張本人だと思われ。あれいないな。意外。ここでねなんかいると思ったけど。いないか。困ったな。こっち行ってみるか。いや、いないか。探しても無駄かな。森の中にいるのか、どこにいるのか。占いにもね、場所は出てないから、完全に、しらみつぶしというかね。それかいないのかっていう。そもそもいないっていう可能性が。あっ！たけしとしげるはここにいるね。初期1。ねえ、いつ自分家に帰るの？え？僕のこと？当たり前じゃん。もうすぐよ。そうか。9月になったら僕だけいなくなっちゃうんだもんね。いやでも記憶には残せたと思う。今日は何の話だろう。今日なんかみんな僕くんの話するよね。夏休みもう終わりだねとか帰っちゃうねとか。すごい。あ、でも変わってねえな。本当に高校生で一緒だわ。あー、ここすげえ、ちゃんとなんかいろんなとこ見て回ってるね、よしかさん。こんなとこまで来たか。ねえ小学生、3号室の谷口のおじさん見なかったかな。見てないよ。そう、じゃあもし見かけたらお姉さんに教えてくれないかな。めっちゃ切羽詰まってんな。でもお姉ちゃん、それじゃあまるでドラマの刑事さんみたいだよ。あ、答えてくれない。僕本当のこと言ったな、ついに。こっちの方まで探してんのか。そっかそっか。意外に広範囲にわたって捜索されてんね。あれ？カブトムシのメス。カブトムシどころじゃないけどね。もう一匹くらい捕まえとくか。カブトムシ。まあここはカブトムシだね。安定のカブトムシ。オオカミジジイは？あれ？珍しくいないね。橋の先か？オオカミジジイがいないパターンってすげえなんか不思議だな。あの山の上にいるかな。いやー、いないか。でも一応見とくか。時間はまだまだあるしね。いないことがあるんだね。こっちにいるかな。いそうっちゃいそうだけどね。いねえじゃん。船頭さんは普通だな、全然。ねえお兄ちゃん、船の仕事って毎日やってて飽きないの？飽きない飽きない。陸みたいに渋滞も起きないし、暑い日だって海の上に出たら涼しいぞ。機嫌がいいね。そういえばさっき会社から無線が入って夕方の出航を遅らせるように言われたんだけど、一体何があったんだろう。出航を遅らせるんだってことは、いや、どうなんだ？逃がさないために遅らしてんのか、もう捕まえて船に乗っけるから遅らせるのか。どこに行けばいいんだろう。これどうしよう。光の占い聞くか。夕方の船着き場が大変なことになるって言ってたからね。もうそろそろその時刻だけど。サイモンも？あ、サイモンもいるね。アポロ宇宙船から見える地球の夜の部分で一番明るく輝いてるのは日本海のイカ釣り漁船らしいよ。へえ。今夕日に照らされて光り輝くこの海辺の色は、あの宇宙船の窓からどんな色に見えてるのかな。トンボめっちゃ飛んでんね。リアルでもさ、トンボもうすごい飛んでたわ。季節が変わったな。さあ時間はかなりいい時間だけど、まあ変わってないよね。さすがに夜になるまで占い結果は、はい、まあ変わってないね。あー、ご飯になった。晩飯できたよー。よし、誰も来ねえ。僕くん、あのおじちゃんやっぱり捕まっちゃったみたいだよ。捕まったか、やっぱ。あれ、おじちゃんどうしたの？マジか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれ、なんかフォローないの？フォローない。あ、こっから自分で聞きに行けばいいのか。そっか、何の理由もなしにね、去っていって、誰も説明はなかったけど、この後あるかな。あ、やっぱみんないなくなっちゃった。女子大生とテントのお兄さん、谷口のおじちゃんも。また会えるよねって聞きたかったけど、なんだか言えなかったんだ。いや、夏休み終盤にしてこのこの重さね。ちょっと大丈夫かな。僕くんのケアが必要だと思うんだけど、まあやっぱここで一番話を聞くべきなのはお母さんかな。たけしとしげるもね、たけしとしげるはそんなにちゃんと仲良くなかったから、あんま思い入れはないかもしれないけど、あのお客さんいい人だったのに、金塊強盗の犯人だったんだって。うん。あとおばちゃんよしかちゃんにもびっくりしちゃった。あれ、なんで女子大生もおじちゃんと一緒に船に乗って帰っちゃったの？気づいてないね。今日の晩ご飯はシーフードシチューに教えてくれないんだな。おき揚げとおばちゃんが大好きな豚の冷しゃぶでした。よし、じゃあ肩たたき。そっか。いやー、悲しいね。3人いなくなっちゃったからね。そのうち2人が民宿に住んでたというか、泊まってた人だからね。今サイモンしかいないのか。残り数日で誰かが来るとは思えないしね。さようならというか、ちゃんとお別れも言えずに、悲しすぎるね。よし、お立ち。僕くんがさ、いなくなっていく側だったのに、先に島から出ていっちゃうとは、結構置いてかれる人の気持ちが分かったかもしれないね。部屋にいるかな？いない。ここにいないってなると、もう外かお風呂。民宿2階行くか。でも谷口のおっちゃんはどこにいたんだろう。一通り探し回ったからね。あ、荷物も全部回収済みだ。何も残ってないかな。あ、待って、これゴーグル。黒い水中メガネがある。誰の忘れ物だろう。回収はできないんだ。潜ってたのか？潜ってたのかな。そしていや、でも荷物はもう全部ないね。ゴミ箱を見とくか。スーパー。いやー、悲しいね。ゴーグルもなんか悲しいな。ポツンと一つだけあー、荷物なんもねえよ。手紙クソガキ、あんたを一生忘れない、元気でな、よしか。いやー悲しいな。結構仲良かったしね、うん、すごいね、心許してくれてたもんねお互い。そっか。サイモンは相変わらずビール飲んでるけど、大人ってお酒も飲めるし。あ、サイモン相変わらずだなノーコメントだね。ある意味多分外でたけしとしげるが風に当たってなんか会話してるだろうから、それ聞きに行こうかな。そして夜の公園であれだよね、ようくんとやすこちゃんがなんか多分星見てんのかな。そんな気分じゃないけどね今星が捕まったんだからまさかあのおじちゃんが捕まっちゃうなんて、一体どうしたんだろう。あ、やっぱたけしとしげるもあんま詳しくは聞かされてないね。子供には早いかもな。そういえばよしか姉ちゃんってさ、え、女子大生がどうかしたの？いやなんでもない。さすがに気づいたかたけしは。一緒に船に乗ってったらね、そりゃもうそうだよねさあ公園にいるかな。いや、やだわもうもう夏の夜にさ、こう2人っきりです公園、やだわ。ベガ、なんて明るい星なんだろう。あの星だけはどこにいてもすぐに見つけられるよね。うん、それにしても七夕の織姫が夏の夜空で一番目立つ星だなんて、ウーマンリームのご時世としてはなんだかちょっと面白いよね。そうね。あと目を凝らしてよーく見てみると左右に2つの星があるのよね。そうそう、七夕の子供って呼ばれてるんだってさ。彦星と織姫との子供ってわけ？うん、それに肉眼では見えないけど、さらにそれぞれ2つに分かれてるらしいよ。それだけ子供や孫がたくさんいたら、年に一度しか会えなくても織姫は寂しくないわね。うんうん、いや星の話でもこの時代やっぱ星流行ってんだな多分え、でも彦星は一人きりだろ。きっと彼は寂しいんだと思うよ。そうだね。そして光、どう調子？ねえ、明日はどこへ行けば面白い？じゃあ明日の予定聞くが。はい、じゃあこの中から好きな数字を。一つなんだろう。よう兄ちゃんの家、相変わらずだね。まあ家庭教師だよねこれは。そして、4番、秘密基地。嘘、なんで？秘密基地でやることは一通りやったけど、まだなんかあんのかな。それとも虫相撲やれよってことなのかな8番なんだろう。狼じじい。はあ、狼じじいか。今日いなかったよね。じゃあなんかまた新しい話が聞けるかもしれないね。そして最後5番。あ、防波堤の先っちょ、誰がいる？もう誰もいないよね防波堤。あ、でもデートっつってたよね。それだ、完全にそれだわ。オッケーオッケーオッケー。じゃあまた占ってほしい。そして今日まだ話してないのは、あとはおじいちゃんだけだね。うん、心なしか話す人がすごい減った気がするよね明らかに減ったよね。3人いないんだもんね。困ったなあ。さあじいちゃん。ねえ、おじいちゃんはどこで生まれた？あ、おじいちゃんの話は相変わらずだね。変化なし。よし。いや、結構なんか今日は、すんなりというかサクサク進んじゃったな。じゃあちょっとここで、昆虫最終セットをちょっといじろうかな。さあって、95匹201匹中で、この前気づいた新機能、これで、最終日、これで、新しい順にしようかな。すると左上の方に新種が集まると。これ今日取ったやつだね。じゃあ一つずつ標本化していこう。あと1匹で100匹やったね、やったね僕くんでもこれでまだ半分なんだよね。恐ろしいよ残り100匹はどこに隠れてるんだっていう、まあ、夕方にしか取れないやつとか朝にしか取れないやつとか、まあ条件があるんだろうね、じゃあ今日は一通りやることやれたんじゃないかな。じゃあ日記を書いて寝よう。今は書きたいことがないみたい。なんかね、もやもやして終わっちゃうね、日記も。明日はいい日になるといいね。おやすみ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。